さんこんにちは、かっちゃんです。4月になって新生活とか一人暮らしをしてるみんなに、今日は、ね、コカ・コーラと炊飯器を使って誰でも簡単にできる豚バラのコーラ煮込みを作ってみたいと思います。はい、じゃあまずこの豚バラはこういう感じでね、火を通してアクとね、油だけ抜きます。よいしょって。そしたら大根、うわ、最近こう女子っ気がないよね。じゃあ大根入れたね、ここにコーラ、うわ、じゃあ次はみりん。みりんはね、ちょっといいんだよ。2みりん、めんつゆ、そして醤油、こんなもんかな。ちょっと軽くこう混ぜて、なんかコーラに結構砂糖が入ってるので、砂糖は入れなくていいと思います。生姜もちょっと入れとくといいかな。はい、今こんな感じで全部きれいに使ってます。これで炊飯スイッチを押してみようと思います。今こんな感じで炊けたので鍋に移しました。こんな感じで赤煮ができたので食べてみようと思います。大根こんな感じです。あ、コーラいい具合な、おい、ダメだね。いい感じね、豚の角煮です。やばい、めっちゃ美味しい、めっちゃトロトロ。大根はね、めちゃめちゃトロトロです。なんかコーラの砂糖の甘さがちょうどいいんだよね。このタレをね、ご飯にかけたい。ご飯。本当もとにかく美味しいです。はい、ということで今日はこちらの豚バラのコーラ煮の紹介でした。本当にコーラの甘さと醤油加減がめっちゃ美味しいです。で、炊飯器で炊くだけなんで、待ってたら勝手にできるので、ぜひやってみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。母さん、パソコンの方は下のリンクから、携帯スマホの方は下のチャンネル登録ボタンから、チャンネル登録よろしくです。